幹事長というのは、総理総裁代表を補佐する役割ですから、特に、党務の通じて、その役目を果たしていかなくてはならないわけですが、まあ任期半ばで、このような事態になりましたことを大変残念に思っておりますし、また自分自身として補佐の役目を十分に果たし得なかったと思って、反省しております。この間総理と幹事長との間で、何度か協議がなされましたけれども、この中ではどういったような話し合いがあったんでしょうか。この間でも総理とは折に触れて話し合いしております。ですから今回の会談でも、要するに国会運営の厳しさや選挙の状況やら等々話を意見を交換したということです。参議院はこれはもう職務も分かっていると思うけども、総務委員会とどこかな、社民党が協力してもらわなきゃもう委員会が成立しないという状況で、これはもう衆議院で、考えている以上に非常に厳しい国会運営ということになって、そうなると何も法律も通せないということですのでね。そういうことは私も詳しくは委員会の定数等々については調べていたわけじゃないんですけども、参議院の状態というのは現実にはそうであると、まあそんな話をお互いに意見交換していたということです。はい、小沢幹事長の、つい先ほどの会見なんです。